ああどうも、歴、え、戦、ー、人講師、えー、弁理士の宮口と申します。はい。おはようございます。こんにちは、こんばんは。マスクを外させてもらいます。一人でやっちょるから大丈夫だと思いますね。はい。じゃあ今日はですね、お中上級コース、私が担当いたします、えー、トータルサポートコースね。 こここれのの説明をしてていううかなとあこのように思っております、えーまあ,あのいろんな先生がね中上級のコースを担当しておるんですがあまあとりあえず私があーやりますトータルサポートコースまあ担当と論文をトータル的に、えー、サポートするというねえー まあ、担当学習の効率化を図りたいね一問一答一の枝を増やしていただきたいこれねすごいですよ今3,000ぐらいあるのちょっとこれ拡大しますわね3,000ぐらいあるんですけど3,500まで増やしましたらねいいでしょうよりベターですはいああそれからあの改正あ,あ改正ねこれはあのまあある年とない年があるんですが あのもし今後あればね、ええ、れ令和5年の試験に影響しそうなところをねやっていきますから、はい、で今度は論,論文ですかこれ上3つが担当ですねで下2つが論文そうね、まあ、私の講座ね結構1行問題対策をね鍛えていこうかなと思っとるんですよ。ねあー で,しましたで一行問題はね口述対策にもつながりますから、まあ、私の講座ではね述対策も行いますまた門外不出の「エルゼミスペシャル」で使用していた一行問題集ねこれ評判良かったもんですから、まあ、ちょっとあのそれを機関講座で使用しようかなとあいうことでねあの論文の えー、試験後終わった後ですね、えー、受かってんのか落ちてんのかよく分からないじゃないですかだからまあ当日の講座に進むのかあ論文の講座を取るのか迷う人が多いと思うんですね。で私の講座はあそういう迷っていいる状況下にふさわしいですもうどっち転んでもいいんで。 ああ受かったら受かったで口実対策になるしね落ちたら落ちたで落ちた落ちたら落ちたでねあの論文対策になるもんだからね。ああで答案構成編というあ,あこれ見た方がいいね100万一見にしかず新作問題。あのだから去年まで取った人もねあのかなりこうイメージ的に変わってると思いますよ。まずねあのお見せしますわ、まあ、とりあえず。 そのテキストを見たいですよね、はい、で今日のあー、まあ、テーマですけどあ「宮口流リベンジ合格戦略学習経験者の目線の資格のない学習方法とは?」っていうことでねレジュメがあるんですよあの。万が一のためにコード番号も言っておきますね。MU22019 です でえー、そうですね今までのあのー、一応問題集と違ってねちょっと口述チックですよ、うん、ほら見てくださいもう特許一条ね特許一条はどのように規定されているかっていうことでまあこれ条文を写しただけなんですけどもう非常に重要ですよね、あのー、一条って目的あらゆる規定のあ拠り所になるわけですからね。で特許制度の仕組みについて簡単に説明せよってあるけど。 これまさに青本に本書いてあるんですよね、えー、あの特許制度は新しい技術を公開した者に対してその代償として一定の期間一定の条件のもとに、えー、特許権という独占的な権利を付与し、ね、これはあの私がね実際に、えー、授業でやるようにちょっと色を塗っていきますね。これ重要ですからピンクですよね。 でその一方であ第三者が登場しました第三者はあ黄色で塗りたいと思います他方第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものであると、ね、このように、えー、権利を付与されたものピンクと、えー、権利の制約を受ける第三者の利用、えー、でこのねピンクと黄色がミックスされますとねあオレンジになるんですよ ちょっとやってみましょうか。ピンクと黄色がね合わさるとほらオレンジになるでしょうだからオレンジで塗りたいと思います。えー、との間に、えー、調和を求めつ技術の進歩を図り産業の発達に寄与していくものに他ならない。ね。ピンクと黄色が融合してオレンジになるぞみたいなね、えー。こんな感じでやっていくんです。A ランクですこれ重要だからね。で例えば2乗も同じようにしてやるんだけど まあ、二条は条は文そのものもがまあ重要ですわね、えー、一応あの発明のあ条文ですけどね、うん、語呂合わせもありますよ「自然力コ高度のもの」というね「自然力コ高度のものね」ね別に別に語呂合わせに頼わなくてもこのぐらいね覚えられそうですよ、えー、まあこれ重要ですわねどっちにしちゃってねあまあ2条言わない見ないで言ってくれみたいな問題も出るでしょあのたった一行の条文だからね。 長いやつは最近出ませんよああ長いジョブはね試験員もほら自分で言えないからねもう出しませんわ。ああでこれほら B ランクとか C ランクとかねその辺はね授業ではあのやりません。ええ、まあやりませんが載せてはいるんです。なぜかというとあ,あこれはねちなみに二乗一個において発明の定義規定を設けた趣旨でしょ。うんまあ、時々ね いやあの基本的にはやらないけど一言で言うとここが重要だぞみたいなほら幾分でも法文上明瞭なものとして争いを少なくしようという趣旨からあこのような規定を設けたってねまあ一言私が言うことで随分ね、えー、分かりやすくなります。の ABC の3ランクでできまますからら、まあ、段階でねねはほほとんんど出ませんよほら、ね こんんんななななももうう皆ささか出なさそうやなと思うでしょでもなんで載せてるかというと辞書代わりになるから。ね、要するに何か調べたいという時の,あのツールにもなるそういうところまで考慮されてるんですよ。ね、頻度は少ないけど何だったっけあれみたいなね、えー、であの知ってもほらう吉藤先生の本だったり青本だったりねあの非常にこう。 利便性のの高いいものになってますえ国内優先権これ完結バージョンなんかもね国内優先権制度って何やねんという時にまあ長いこれ長いわね俺でも言えないわこの4行でもほら短いわけね完結バージョン我が国にした先の出願を基礎として優先権の主張をすることによりこれと同一の内容を含む後の出願について一定要件か。 先の菅がんじの利益を認める制度非常にコンパクトにねまとまってますわねええこれあの審査基準も出展だったりしますからで国内優先権制度の趣旨ですねこれもほら吉藤先生バージョンと青本バージョンがあってねまあとりあえず青本バージョンはあのまあご覧の通りなんですけどさらに私がアンダーラインを引っ張ってましたねこのキーワードだけあればいいぞみたいな基本発明と 改良発明を包括的で漏れのない形で円滑に特許権として保護しようとするもんだよとねもう一つが「我が国を自己指定した場合にもその指定の効果が我が国においても認められるようにするためだよ」とねこういうふうにコンパクトにやっていくからね、え。ー ああ B ランク C ランクはあのーまあ、やりません参考までには載っけてますからあまあそんな感じです、はい、でこれが、あのー、私が担当する、ね、トータルサポートコースにおける論文シーケンス講座ってやつですわあかっこいいでしょ名前がね論文シーケンス講座一行問題対策こんな感じで進んでいきます、はい、で今度は論文シーケンス講座の、ね、あ事例問題対策編ね、うん で事例問題対策編というのはね、まああの、どっか書いてるかな、ちょっと待ってよ、あのこのパンフレットに、えー、書いてるかなあ、ちょっとね、ここに俺の写真が載ってるから、ちょっと見てみようかあほら、トータルサポートコースね、これ、カラフルパンフレットなんだけど、あ担当対策ね、これはねあ、エミネントという名前なんですよ。 で論文、えー、対策はね口実とのつながりここを意識してるんですねシーケンスという言葉つながり、えー、これをあの意識してるね論文がそのまま口実に結びつくぞと、えー、そんな感じなんですよあであのー、ほら担当エミネント論文シーケンスねで今ちょうどあの論文シーケンスのあ今一行問題対策っていうのをやったけどね これ諸学者構想何が違うのかということか満足いいただける回数と質を担保している諸学者向け論文講座ではあのレベルと回数がね学習系もに学習経験者には軽めのカリクラムになっていますねあの論文基礎力完成講座とはね。そこで、えー、この講座つまり論文シーケンスではああ 学習経験者にも十分に満足していただける回数と質を担保しつつ一行問題、ね、あ事例問題現場思考力あーでトータルバランスが取れるように考慮した講義構成で実力の向上を図りますと。うん、でこの講座を取るメリットは、はい、賢いと思わせる端的なあ宮口と案を伝授ね。 論文はたくさんん書けばいいいと思っていませんか読み手に賢いなという印象さえ与えられれば少ない量でも得,得点できます合格点を取得できます上長な答えが求められていた過去の論文便利試験と違って今は端的な答えが求められていますで見せ方も大事です受かるための見せ方があるんですね。で本講座は多くの分量を書けずに困っている書。 えー、量は多くかけるがうまくまとめることができない人、あ字が読みづらいなどの指摘を受けやすい人にとって公的な処方箋になるでしょうね。あまあ字がほらあの下手な人とかねあのしょうがないよねこれはなかなか治らないからそれでも受かるあの手段があるんですよ、えー。その辺伝授しますから。私は数々のこれまで字の汚い人たちをね。 なんとか改善させて受け受からせてきましたからね。これは何だ今度は担当の方。えー、学習経験者はシンプルイズベストね。ああ。学習経験者はね、詳細な説テキストね、逆効果なんですよ。で実力の向上に反復するかのごとくテキストはシンプルな方がベータです。だから。まあ早い話がよ。あの論文。論文はね、まあやっぱりあの逆に。 入門レベルの論文がちょっとあの薄かったんでね厚めにしてますけど担当は逆に初学者はすごい分厚かったと思うんですよ担当記録完成講座というねだからねあのシンプル・ザ・ベストの精神に基づきあーちょっとシンプルにしてます、えーね、卓越した実力卓越って意味なんですよエミネントって英語の勉強にもなりますね卓越したっていうエミネントですよ ああ卓,越した卓越した実力の向上そこにエミネントという意味が込められているはい知識だけでない担当試験突破の秘,秘訣を伝授します最近では法改正が依然にも増して凄まじくああなかなか毒薬でというわけにはいかない状況ですそれに加え単なる知識の集積では合格できないような出題工夫がなされていますねだからあの なんていうかほら長年やってるから受かるというもんじゃなくなってきてるでしょうん。あのアメリカの小試験なんかもそうですよね長年やってるから受かりやすくなるというもんじゃなくてむしろ受かりにくくなるというシステムらしいですからね出題者がどのレベルで、えー、聞こうとしてるのかを見極めつつ問題を解く力が求められています何年も勉強してるのに受からない理由はそこにありますよあ,あ、出題者の気持ちを読み解かないかなんですよ 本講座では学習経験者レベルにふさわしい形で担当突破のために必要十分な知識と大把握術を伝授していきたいなとあこのように思っております。ね、で特ううにそのシンプルイザベストっつってもねただシンプル化しただけじゃないですよ。あどうちょっとねまあ論,論文論文も担当もね両方アピールせないかから大変やな。 あのそしたらね私の講座のちょっとまずエミネントテキストっちうのはあるのねあこれのテキストの見本を見せますけどあもちろんねあのあれ今40ページっていうところを見てますけど今黄色蛍光ペンで塗ってるところは令和5年の試験に影響があります、うん、これね R5 年度便利試験に、えー、影響ありと網羅しているということです。 これ衣装法のね2乗2項1号ですわあ,あこういうところもねちゃんと押さえてるしねああそうでしょ R3 改正なんだよ1年6月バージョンだからまあそうね10月ぐらいに施工されるんじゃない R4 年度のだから R4 年度便利試験にはもう間に合いませんよああそれでほら審査基準なんかのね 知識も適所にふんだんに取り入れられておりますはいそしてあのそうですねさっきの,の R3 改正はここですねちょっといいですか R3 改正令和5年度便利試験に影響があるのはねはい「摂し浄化ゆゆううああこれねこれねあの私の授業はね色分けします物品の衣装の実施はピンクで塗ります」ね 建築物の移植の実施はオレンジで塗ります。検視除はい。で画像の実施はですね黄色で塗ります。これサンゴ。ねちょっとこの黄色ドス黒いな。胃、うん、とロガンだね。胃が無体物バージョンでロが有体物バージョン。有体物だから物品の実施にちょっと似てますよ。はい。それで今回崩壊性に影響しているのはこの輸入の 輸出輸入ね、この米印、これね、ちょっと建築物の枠に入っちゃってますけど、このお輸入の説明が載ってます、はい。外国にあるものが外国から日本国内に、えー、他人をして持ち込ませる行為を含むと、ね、これが新しくあ追加されました。もちちろんん理由はお楽しみでです、えー、ちゃんと講義で、えー 述べますからね、えー、そんな感じですよでこんな感じで図解のところもね結構ありますしねこれほら衣装と著作物のほら重なったところねつまり衣装でも著作憲法でも保護されることがあるよというねそういう知識。はい、でほら実際にあの衣装登録された例とかもほら実務との融合も私あの意識してますからねほらね実務ではこういう感じであの画像の衣装ね えー、撮れるんだぞと、ね、これはあの何画像だっけ車両情報表示用画像ね、えー、こっちは建築物です商業用建築物ほらねこれでほらただ受験勉強なくて実務的にこういう形で権利化されるんやぞみたいなねところも教えていくいいでしょで見開きを意識してるっていうの分かりましたそれでね そしてこれ,これねどっかに書いてると思うんですがあのちょっと待ってね違う先生のも載ってるからねはいで私のトータルサポートコースでこの担当のところですがえっとね あこれここが結構重要かもしれませんね。えー、例えばですよ特許法の洗顔主義といえば39条じゃないですか実用信用法の洗顔主義っつったら7条じゃないですか。で大体今までの講座ってあれじゃないですか,なんかあの特許法が終わってから実用信用法をやるからなんかあの忘,れ忘れてるというかね ま,またゼロベースでやるって感じででしょああでもね私のこのテキストはねこの「特許39条」がね左のページで「実7条」が右のページにあったりするんですよ。ああね、でちょっとお見せしますけどこれあのパンフレットですけど実際に私の今用意するレジュメ46ページ47ページにジュネーブ改正協定ねこれ遺書法の60条の3ですあるでしょ。 ね、まあ衣装のイメージですからこれちょっとキーレンジャーで塗らしてもらいますよだめだこれもう陰気がねえわほら陰気がもうああないわな、うん、まあええわこれ衣装の60条の3ンはちょっと読み上げてみるわね日本国民または日本国内に住所もしくは居所を有する外国人ねうわ 特許庁長官に異性の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定1条ポツ7に規定する国際出願をすることができると。で,、うん、で第2センテンスも黄色いで行くよ。この場合において経済産業省で定める要件に該当するときは2人以上が共同して国際線をすることができる。うん、で2項もね。 全項の規定による国際出願、弧国際登録者をしようとする社は、経済産業省令で定めるところにより、外国で作成した願書を必要な物件を提出しなければならないと。えー、で、今度はほら、あこれね、ほら、窓プロの特例です。ちょっとオレンジ塗るよ。はい。ちょっと区別する意味でね。うん、68-2ですよ、商標法の。日本国民。 または日本国内に住所・居所を有する外国人、うん、であって表彰の国際登録に関するマドリッド協定、えー、議定書、ね、マドリッド協定の議定書二条括行一に規定する国際登録を受けようとする者は 特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書2条括弧2に規定する出願これを国際登録さんというんだけどもねそれをしなければならないよとで第2センテンスねこの場合において経済産業省令で定める要件に該当するときは2条,2条が2人以上が共同して国際登録さんをすることができるとで でちょっとこの1号2号飛ばしまして、A2 号。国際登録者をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、外国で作成した願書を必要な書面をあ提出せないかんよと。でほら、これをね、見開きでやっとると。そうするとどういうメリットがあるかというとですね、ほら、ちょっとあの、これね、ビヨーンって結びますよ、ほら。ねこの 黄色いところとね。このオレンジまあ、それぞれ1個1個ね。似てるじゃないですか。もうほぼイコールですよ。で、この2項もね。マドプロ特例の68の2まあ、商標法68の2ほらほらね。こうやってやればさ。なんかこう効率的じゃないですかね。そういうことですよ。ええー、いいでしょこういう感じでやっていくと今までないタイプの事業だと思いますよ。 えー、こ,れこれなんかもねちょっといいですか、えー、まずあの60条の4中ね規定があるんですわ、えー、これちょっと黄色で塗らしてもらっていいですか黄色がね今日ちょっと不足気味ですね他にあありました六十、えー、68条の2において巡洋する特許法17条3項括弧3号に掲げる部分に限るおよび18条1項の規定は国債 登録出願ででするるってて書いてるでしょじゃあ今度は商標68の7ねはい、えー、第77条2項によって順用する特許を17条3項括弧第3項にかかる部分に限るおよび18条1項の規定は国際登録さん事後指定、えー、国際登録の存続期間の更新の申請および国際登録の名義人の変更の記録の請求に順用するとほらどうですこねで 順序する時を17条3項3号にかかる部分に限ると第18条1項ねこっちもそうじゃないですか順用する17条3項3号にかかる部分に限ると18条1項ねこれを順用するとほらほぼイコールじゃないですかで、えー、で610条の5これ異称法のこれ黄色いのよ異称法の60条の5だからで今度は 商標法68の8ねほら若干まあ違いますけどほとんどこれですほら継承例で3名必要な実施必要な事項の細目ほら規則を実施するために必要な事項の細目は継承例必要あ規則を実施するために必要な事項の細目は継承例で3名ねこれまあほとんど出ないんだよねこれね、はい、こ,このようにほら 黄色オレンジ黄色オレンジ比較ができるようにね、えー、なってるわけですよほら衣装が。で,で一問一答あのアピールポイントとして500絵だ500問増やしましたら、ね、去年に比べて。えー、でこれはあの衣装ですかそうね結構衣装に関心がある人が多いからね衣装の問題なんですけど例えばですね、えー これは令和元年改正ですか。まあ比較的最近の改正ね、もちろん網羅してるぞと。これ網羅してなかったらもうとんでもないですよね。ええー、R1 改正入ってるよと。で、次のページだと R3 改正が入ってますよ、これ。ほら。これね、異法60条の12の2というのは R3 改正でしょ。早速入ってますよ。これ誤りだから青で塗っとくけどね。ええー、ちょっと読んでみますやってみますわね。ええー。 いい問題ですよ。9番。特許庁長官は国際事務局経由で遺装登録をすべきものの査定を国際登録の名義人に通知することをもってあ国際衣装、えー、登録さんの遺装登録査定等本の送達に変えることができるおおこれも何の変哲もなくねそうやって読みましたね。えー、で後半国際登録の名義人が上記通知を受けた時に遺装登録査定等本の送達があったものとみます。国際登録の名義人が 上記通知を受けたときに、ああ、遺照登録査定等本の総達があったものとみなす。いや、違うよ。上記通知を国際登録簿に記録したときにですよ。わ、えー、かります。だからね、ここはね、国際登録の名義人があ通知を受けたときにじゃないです。正しくはね、その国際、えー、その通知を記録したときにですよ。 ちょっと見てみましょうか。ほら、通知が国際登録簿に記録された時ですよね。えー、ちゃんとポイントにアンダーラインが引っ張ってますわ。えー、まあそんなんじゃ、ちゃんと改正にも対応するぞっいうことで言いたかったわけです。ねはい、だい,たいあのエミネントの特徴分かった。あそしてあの、今度はね、あとどんなところですか ああ、これはあれだね。一行問題集だね。さっきやったね。えー、ああ、これはあの、あれあ。事例問題対策。よし。事例問題対策見せるわ。あこれは同じやつもしかして。ああ、ちょっと違うね。よかったよかった。うん、第7回だからね。俺が今日用意したレジュメは第1回。まあ、これ去年だけどね。あの、一応ね。 あのサマライズ的なまとめがあるんですよありがたいことにね、えー、第1回あのー、今日はこの辺やるよみたいな2929 29あこれもしかして時系列3点セットじゃねそうだね時系列3点セットよほら2929 29の239だからねうんそれから何何「侵害系被告パターン差し止めバージョンあるぞと」とああそうねまあいろいろあの なんていうかねあんまり同じことをやってもしょうがないからいろんなことをやりますよ。侵害系被告パターン差し止めバージョンね。これは趣旨か。1四4の3の,4趣、うん、の趣旨だから緑で塗っちょっか。74乗の趣旨だから緑で塗っちょっか。国内公手続き。あこれね色分けすると分かりやすいよ。日本語特許んの場合はね国内、えー、書面の定数と手数料の納付が必要だね。で外国語特許さんは あ上期手続きに加え翻訳文の提出があ必要だと。で,でね大体毎回どんぐらいやるかというとねたった3問です。えちょっと次の問題見てください。これ例題1あるでしょで例題1しか載ってないんですけどページの都合ね。うんあの3問やります。だから例題1あるじゃんあの30分考えるんですよ。考える時間ね。えー、大把握とかあのこ上げる項目ね。 プラス三十分解説、俺が三十分解説講義するとそうそういうですねサイクルをいいですかあこれを三三問ねえー、っとだから。 えー、こ,これが3問分とだから30分かけるあ30分プラス30でよ1時間になるじゃん、えーえー、こ,このサイクルをお3回繰り返すとねそれ分かりやすいでしょ3時間講義になるじゃん、うん、あこれ気になるこれ俺の手が汚れてんの これはねサルベファイナルテキスト今日納期らしいんですよだからあの忘れないように手に書いてるんですよ、ね、はいとそしてああのー、これ見てくださいほら時系列もしっかり書いてるでしょ大概あのねなんかあの当連の解説字面の解説だけですけどこうやって私はあの時系列もね抜かりなく書いてますね そして、まあ、答案見てください。これも売りの一つなんですよ。もう、私の答案ってね、ブレがないんですよ。ね。あの、行き当たりばったりじゃないというところをアピールしたいと思います。ほら。もう、かくなまでに。ね、かと。しっかり待ってます、ほら。にく、時系列三点セット書いて、結論。はい。時系列三点セットを書いて。結論。時系列3。三点セットを書いて。結論というね。ほら。 まあ、あのここまで繰り返せばもう身につくやろうみたいな感じですよねほらブレがないんですよああで実際この部分はね R さん令和3年の特日1の「説問1」2にも出てるよと、ね、分割の時によ一個でもはみ出してる発明があったらよ全体として訴求しないよっていうねそういう問題出てるやなほら。 ちょっと青で塗るよ悪い状況だから青で塗るわねそう1個でもなんかはみ出してる様子を含んでたらああのその1個だけが訴求しないんじゃなくて全体が訴求しないんですよそういうところですはい分かったねこういうのをああの30分考えて30分解説してこのサイクルを3回繰り返すが首都抗議になっておるとねっだからあとはもうスケジュール見りゃいいわなあ俺のはこれか はい、で今の事例対策編っていうところはねほら結構すごいよそれは7341だからね条約編っていうのもあるからいいでしょああ一行問題対策もねあの充実してますよねこれ口述対策にもなってるからねら時期的にもちょうどいいでしょほら合格発表もね論文の合格発表もこの辺じゃないですか大体ね口述対策にもなってるっていうところがね 素晴らしいです。ええー。もう口述対策出る必要がないと思いますよ。私の論文対策出てください。どっち転んでもいいんだから。ああ、受かればねあの、受かったで嬉しいし、落ちたら落ちたで嬉しくないけどね、あの、俺の講義一緒に楽しくやっていこうよ。お前、落ちたくないよね <laughs>、えー。え、は、え、いはい。で、今度はあの、あれ 当案構成編中いうのがあってねそれもお見せするわほら当案構成編まあ現場思考力を鍛えるんだよねこれはあの何が違うかというとあの事例対策編と一番大きく違うのはねまあ特に通学の人は違いが出るよあ,あ通学の人はほらあのさっきの事例対策編というのは、まあ、現場に来てなんぼというところがあります通信の人はそこはあのまあ,あ30分考えて え30分俺の解説を聞けばいいだけの話なんだけどまあ通学の人はやっぱりこう現場に来てね緊張感漂う中でやると思うんだけどこのね「答案構成編」っていうのはねあのこれは通学も通信の人も通信ですええー、ちょっと見ましょうかあのスケジュールのほらこれ見てくださいなんかシンプルになってるでしょこれは通学の人も通信の人も通信ですええー、まあスケジュールの関係でね 教室とかほらあの取れなかったりしするもんですからもうこれは通学も通信も通信ええ、はい、迷うことなくそれであテキストをつけますよほらでこれはねあのー、ここに書いとくわわわかりやすくね本試験同様ええー、毎回あのー、特日 特日1があるわで特日2があるわで衣装があるよそれから商標ね。うん、ということで毎回その1234問、うん、ね毎回4問これをあだから6回繰り返すのかな、はい、で1から6って書いてるでしょほら1から6ね だからこれをかける6回と相当力強いよ俺、うんでえー。でまああのー、答案構成だから答案書かなくていいよ答案書いてるのも1日がかりで大変だからな、うんそれでまあ一応古の答案もつけてますほら問題もねかなりやっぱ本試験に近いあのロングバージョンとかねまあたまに肩透かしみたいなもんでもあえてね。 時々出るからあの商標法とか超簡単な問題とか最近出るからね答案構成もねオーソドックスですしで答案もねほら、あのー、あのあれですよちょ,ちょっと分量多いけどね俺の割にはねでもね、あのー、ほら基本書チェックとかねあのー、なんかフォローアップ的な知識も後からあのついてますこういうねこれ特実通ねこれ本試験をアレンジメントした問題だなこれね。 そそうそう平成15年の本試験をアレンジメントした問題だと思うよああ <coughs> 時系列を変えたのかなそういう問題も出してます本試験ベースのねだからあの過去問は理想と現実ってやつもありますからまあ私がやってるねゴールドウェブ講座あれ、えー、のあれはもうガチ。 あ本試験問題こでほらやっぱ充実してるでしょ青本チェックとかさ判例チェックとかすごいでしょ、ね、一問一問あたりのフォローアップが結構すごいんですよ。で衣装もね最近の傾向をとらまえて、まあ、問題一と問題2に分け取るしうんねその吹き出し部分に時系列を作ってみたりとかねうん充実してますよ。 ねえそれぞれ復習の死いがあるわな審査基準も判例も載ってるし図も入ってるしねうんいいですよこれうんで商標ね商標もちょっとあの1行問題的な問題だねこれ、うん、50対50で出しますよこれ確かね問題には平成,8年20平成28年の問題だなこれうん 回答もね、比較的字が大きくて読みやすいっていうのもいいですよ、これ。うん最近あの字がどんどんちっちゃくなってるからね、私の意外と大きいでしょ、これ。うんそうなんですよ、そこもメリットかな、これ。で、相変わらず解説充実してるしね。うんこれはいいですよ。だいたいわかった、えー、あと何か言い損ねたことはないトータル。 だからよ担当だけの人担当しかいらんよという人もおるし論文だけよという人もいるしねだから担当エミネントだけ取ることもできるし論文シーケンスだけ取ることもできるしトータルサポートぜ全体を取ることもできるしねああまあ皆さんの,あの用途にあってあ取ることできるからねええーまあ、大体俺と俺の講座の特徴ね うん、去年までは論文シーケンスじゃなくて論文トリニティだったんだけどさっきも言ったようにやっぱり口述との関係をかなり意識してますからあのもう口述講座に進んでもいいけどさやっぱ論文に落ちる可能性もあるわけじゃんそういうねまああの損害保険生命保険じゃないけど保険的な意味合いもあるね私の講座ね。うん そういう意味でなんか保険の名前みたいな感じでしょトータルサポートコースねなんかあのなんとか生命保険のラインナップにありそうな <laughs> でレービングですよね <laughs> そういうところもあのあのまあフォローが熱いということをねあ声を大にして言いたいわけですはいよーしじゃあ,あ今日はねあーこの辺で終わりましょうかね皆さんもあのくたびれたと思うんでね えーまあ、あとは実際に私の授業に出ていただいてねあ充実したその講義、まあ、私はあの常に、ね、最善か無かっという精神でやってますから、まあ、最善のものを提供するそうじゃなかったらやらないというね、まあ、どっかのキャッチフレーズにもあるかもしれんけどね最善か無かっという言葉大好きです私そういう精神でもってやってますからああ 一つあー、あの、一緒にやっていきましょう。ね楽しく厳しくやっていきましょうね。それでは終わります。え、れっくせに講師の宮口がお送りいたしました。今日のテーマの名前もう一回見せておくね。宮口流リベンジ合格戦略ね。学習経験者目線の資格のない学習法ね。はい。そんな感じで、まあ、主に講座の、 説明って感じではありましたけどね。はい。まあ大体概要的には分かっていただいたかなと思います。とにかくね、一行問題に強くなってください。最近の若者はね、一行若者っていうか受験生はね、あの最近の若者はってよくあの会社の年配の親父が砕まいてるような感じですね。それやめておきますね。あの最近の受験生はね、一行問題弱いんですよ。強くなってください。ね、鍵を握りますよ。 はい。じゃあ終わります。どうもお疲れ様でした。